い、どうもチャースレオシグです。本日の動画はランクマッチで起きた奇跡 PPPG2021 エキシビションマッチ10先の動画になります。ちなみに某大会とは何も関係ないんでよろしくお願いします。はい、ということでね、開幕ね、リフレクター全員で開いて、P セルフしかいませんよってアピールをしてからスタートするんですけど、まずね、これね、すごいのがね、ランクマッチなんですよ、これ。ランクマッチでもともと、P セルフ、G セルフで開幕お互いリフレクター開いて、どっちが P セルフかわかりませんよ企画って、ムラモンチャンネルがやりそうなね、企画をやっていたんですけど、当然、ボツだろうなとか思ったら、タイミングに P セルフが出てきて、これは面白いんじゃないかってリターンマッチしまくったらね、相手もリターンマッチに付き合ってくれて、まさかの10先ができたんですよ。すごくないこれ。今の殺伐としたさ、めちゃめちゃ渋いマッチングのさ、ランクマッチで、これができたんですよ。もう泣いちゃうこれ。はい、ってことで今ね、とんでもないプレッシャーの受け方しましたけども、そこら辺置いときまして、今回ね、対戦相手のね、知らない、本当に知らない方なんですよ、どっちも。エリズさんはね、ナイトガンダム乗ってる方ってのは知ってたんですけど、宇都宮リボンズガンダムさん、俺普通に知らない方だったんで、そんなね、知らない方がね、すげえ優しかったんですよ、この人たち。付き合ってくれてね、10先の動画を撮ることができました。ちなみに結論から言うと、なんだっけ ?4 勝10敗かな?いや、じゃあ4勝11敗か。もう11先超えて、10先超えて11先になってたんですけど、4勝11敗ってことでね、ボコボコにされたんで、それ全部お届けしてもよかったんですけど、ただね、こんな感じで G セルフが粉々にされてる動画なんで、その中でも面白い試合を今回ね、3つピックアップしてきたんで、お楽しみください。はい、ということでやりたい放題にされてますが、見ていきましょう。いや、本当にね、付き合ってくれてありがとうございました、この2人。いや、マジで楽しかったよ、本当に。すげえ、合戦してた時に急にこれなったからさ。さあ、といったんで、1回開幕、先ほどチェカーの実況スタートですね。さあ、P セルフに囲まれながらも頑張っている G セルフですが、さあ、ここで一度、リボガンじゃねえな、あれ。P セルフの方にね、詰め寄っていきながら、ここはね、なんとかね、少ない共通事項であるね、メイン4連射でしっかり取っていったんですけど、コート6パンチにね、判定勝てるはずもなく、ボコボコにされて、格闘チャージで逃げたら、はい、大根おろしと、ありがとうございます、本当に。これね、絵面ガチで面白かった。でも、この格闘チャージ、なんなんこれ、マジで。昔からついてるけど。さあ、そんな感じでボコボコにされながら、どっかでまくっていきたいところではありますけど、多分無理でしょうね、これ。さあ、一度ここ相手を N サブで寝かして、ここは村もんちゃんで培った奇跡をやったら、トラクタービームにね、侵されまくって、もう触手プレイされた挙句、もう何が何だか分かんないから、とりあえず逃げようって思ったら、今度はね、相方の方がですね、ここトラクタービームにね、見事侵されまくって試合終了と。はい、で、ダンジョン1試合目でした。こんな感じでね、面白い試合をね、ピックアップしてきたんでお楽しみください。すごいね、俺1週間で10先2回負けたわ。はい、で、ダンジョン、じゃあ2試合見ていきましょう。いや、すげえ最近ガチ戦が多かったからさ、すっごい楽しかった、本当に。しかもこれ知らない人とやったんだよ、すごくない？はい、では続く2試合目見ていきましょう。これね、全員ノリが良くてね、全員アルカクセの試合です。さあ、見ていきましょう。これね、しかもこれ、ね、今このさ、開幕の儀式あるじゃん。これもね、最初、俺たちがね、やってたら、相手もね、真似してくれたんですよ。こういうのさ、知らない人同士で起きると、めちゃめちゃ気持ちよくない？はい、じゃあ2試合見ていきましょう。さ、とりあえずね、このキャラね、一番P セルフっぽい瞬間が今の瞬間です。リフレクターが剥げた瞬間に、全弾がリロードするんですよ。で、こいつはなんと P セルフと違って、バリアがリロードするんですよ。もう、ぶっ壊れじゃないですか、間違いなく。ぶっ壊されたんですけど。じゃあ見ていきましょうか。さあ、こいつもね、一応ね、メイン4連射できるし、なんなら N サブも2発持ってるんで、もう実質 P セルフですね。さあ、とりあえず、お互い、アシストだったり飛ばしながら一人だけ出してるもんが違うけど、さあ、ここで、一回ここの着地をプレッシャーでごまかそうとしたら、当然無理で一回起こされてしまいと。さあ、変形格闘、これは通らず、なんとかいろいろ使いながらやるんですけど、相手のアシスト500倍強いんですよね、こっちの。さあ、ここはね、こっちのね、前角。これはね、P セルフにはないものなんで、ここでしっかり判定勝っていくと。さあ、モンテロだったりも助けてもらったりはするんですけど、ボコボコにされて、さあ、ここでアルカクセが溜まってるんで、頼むぞ、村もん。さあ、ここでしっかり決めていって、ホーミング挟んでちゃんと決めていきつつ、さあ、スパーまで抜けて決めていくと。いや、これね、マジで村もんチャンネルって感じ。いや、結構ね、あの動画好きなんよね、俺、村もんのあの動画。あれ、天才じゃん、普通に。さあ、といったんでね、最初の方はしっかり活躍をしながら、1落ち目ですね。ちなみに、今、G と P でね、P が先落ちにしたら普通に先般なんで、普通は G が先落ちです。はい。シャフでこういうことやんのやめましょうね、本当に。さあ、ここは一回また犯されそうになりましたが、モンテロに助けてもらって、なんかこれ勝てそうだなぁ、みたいな感じでやってますね。さあ、これ再び P セルフもどきになって、P セルフと見合いしていくと。あー、N サブ、いいね、これ。すごい P セルフっぽいですけど、当たる気配もなく。
さあ、なんか相手のピースなんか狙って通そうだったんで、ここは一回タックルでお茶濁しながら、まあ蝶々が羽ばたいていくと。さあ、なんとかあがきを入れていって、トラクタービーム、あ、いや、あの人トラクタービーム大好きすぎだろ。ということでね、こっちもアルカスでしっかりここはトラクタービームを抜けてね、変形格闘、変形格闘、変形格闘で、で、これね、面白いのがね、あの、トネのピーセルフ棒立ちして見てたんですよね、これ。なんという騎士道精神でしょうか。さあ、ここで相手のプレッシャーあまりにも強いんで攻撃をぼかされてしまい、相方もそろそろ減ってきてやばい状況ですね。さあ、ここで、Gセルフちょっと意地というものをね、見せていきたいんですけど、まあ、なんだかんだここ多分、あ、これ相方落ちるなって何かを察したんで、ここは一応ラインを下げております。さあ、アルカスのピースで飛んできたんで、ここでプレッシャーで、くんなくんなくんなって威嚇したら、相手のとんでもないプレッシャーが飛んできて試合終了と。はい、といったのように1試合目でした。はい、同じプレッシャーでもね、こんな感じで格が違うんですよね。すげえな、マジでこれ。P と G でこんなに違うんだよ、みんな。じゃあ3試合見ていきましょう。いや、こんなにね、楽しんでオンラインやったのは久々だったね、マジで。いや、これさ、プライベートマッチだとかだったらさ、まだわかるじゃん。ああ、すごいなんか、ああ、楽しい、わちゃわちゃ感いいな、みたいな。これ、ランクマッチでね、これができたっていうのがね、相手の人の良さと、まあなんか、その全員が全員楽しんでいたっていう、なんかね、すごいね、平和な場だった、本当に。まあ、俺の勝率超えで 0.3% ぐらい落ちたんですけど。はい、じゃあ、ね、最後の試合見ていきましょう。さあ、とりあえず、俺ね、結構ね、エリズさんと見合う機会の方が多かったんで、これは若干、宇都宮リボンさんの方を狙っていく展開ですね。さあ、だから、エリズさんがね、俺の方結構好きなんでね、ここは一回見合っていくと。さあ、いろいろ、冷蔵庫だったりも出しながら、しっかりお見合いしていくんですけど、なんだかんだ真面目にやってるんですよ、俺。あの、試合内容はね、若干真面目ないよね。ちゃんと勝ちにいってんだけど、全然勝てなかったっすね。さあ、CS だったり、しっかり避けながら、変形 CS 何のためについてんのかなと思いながら打ってる次第ですね。さあ、ここはミサイルからゲロビが当たったんで、そのままピーセルフモードに入って張り付いていく流れですね。さあ、 N サブ当たらず、再び N サブ当たらず、相手の N サブは当たると格の差を感じます。さあ、そこからアルケンに固められて置き攻め入られるんですけど、ここはしっかり逃げていくと。さあ、そこから再び宇宙用パックの方で抵抗しに行く感じか。さあ、後ろからピーセル来てるような気がするが、モンテーロがいい当たり方していく。いや、なんかね、相手のね、ルーシファー突撃も強いけど、こっちのモンテーロ突撃もなかなかいい仕事してるんですよ。実質ピーセルフ。さあ、こう相手のプレッシャーをこっちのプレッシャーで抜けて、今のはいいですね。もう実質ピーセルフミラーと言っても過言ではない。さあ、一度 CS にボコボコにされてしまったが、ここで隙を見て覚醒技で、一矢報いて試合終了ですね。はい、といった感じで、今回ね、まあ、ネタ動画というか、まあ、ランクマッチでネタ動画撮れたのが奇跡なんですけど、第1回 PPPG でした。おそらく第2回は絶対にないでしょう。はい、といった感じでね、本当に対戦相手のお二方、本当にありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。はい、チャインニング行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。第1回 PPPG ということで、まあもう第2回絶対ないんですけど、いや、これね、本当にね、対戦相手の優しさと、相手がちょうど P セルフでオンライン潜っていた。多分相手もね、多分ネタで、絶対2人もつき違うから、あの2人。だからね、ネタでね、潜っていたところに、出会ってしまって、でね、相手のノリの良さで、10先ができたと。いやね、本当にね、今のね、今ランクマッチって S 対すっごい強いんですけど、相手が。ね、そんな殺伐としたオンラインでね、花が咲いた、あの瞬間だけ。はい、めちゃめちゃ楽しかったですね。まあ、それのせいでね、その後やった普通のオンライン全然勝てなかったんですけども、完全に捨てゲーのテンションに入ってたんで、俺。はい、っていった感じでご視聴ありがとうございました。いや、超楽しかったな、マジで。なんかこういうのあるとね、普通になんか元気出るよね、マジで。てか、知らない人とできたってのがね、何より嬉しい、俺は本当に。なんか、身内とかでやるとさ、まあなんか身内だからさ、もうそのお互い分かってるかってなんだけど、知らない人とこうやってね、こういう関係が芽生えるのはすごくね、嬉しいことですよ、こういうオンラインゲームは。はい、って言ったんで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに、バイバイ。